こんにちは。海上自衛隊福岡航空機へようこそ。これから NTPC の飛行展示を行います。皆さんの中にはこの飛行機が近所の上空を飛んでいる姿をご覧になったことがあると思います。あの飛行機は一体何をするのだろう、一体に何に使うのだろうと思ったことはありませんか。好きな方は早くご存知ですね。海上自衛隊の T3C という飛行機は全国4カ所に配備されており、ちょうど警察官が街の中をパトロールするのと同じように T3C は毎日欠かすことなく日本の周り通りのパトロールや気温が50度もあるクラシア物質が泊まり置きで海賊対処の活動を行っています。また T3C は艦艇や海の中に潜んでいる潜水艦を探し出しやっつけることができる唯一の飛行機です。それでは NTPC の飛行展示をご覧いただきましょう。ただいま入場してきましたのがもうおなじみの NTPC です。ニックネームはミニピーです。このミニピーが所属する下北航空基地は搭乗員を養成する基地で、全国に多くの優秀な隊員を送り出しています。その隊員たちが各基地で毎日活躍することで日本の平和を守られています。それでは飛行展示を始めますが、その前に盛況なミニピーのミニ P02 一等海曹小林雄一、ミニ P03 海士長佐藤霞、以上紹介を終わります。どうぞ温かい拍手をお願いいたします。ありがとうございました。それでは早速フライトを開始しましょう。まずはパイロットの後部、胴体上部にあります衝突防止灯を点灯します。アンチコリジョンライト、スタンバイ、マーク。下佐倉のミニビーフライト。ミニビーフライト、下佐倉、ごめん。ミニビーフライト、We consist of 3 ミニビー、01 and 02 and 03、スタートアップ。ミニビーフライト、ライジャー、スタートアップ。いよいよ、エンジンをスタートしましょう。ナンバー2エンジン、スタンバイ、マーク。ナンバー2エンジン、スタンバイ、マーク。ナンバー3エンジン、スタンバイ、マーク。ナンバー4エンジン、スタンバイ、マーク。エンジンがスタートしました。ランディングライト、スタンバイ、マーク。下佐倉のミニビーフライト、リクエスタシー。ミニビーフライト、バイ、ワンライナー、ウィンド、ワンライナーゼロアット8。NH2-9992 テンパチャー20タクシーノースビアナンバー2タクシーウェイ、タクシーノースビアナンバー2タクシーウェイ、ランウェイ19ミニピーフライト。これから離陸に向けタクシーを開始します。ミニピーは下北航空基地の隊員が
姿を隠しています。時には物資を輸送している貨物船やタンカーを攻撃することもあり、日本の生活に大きく影響します。そのためにもいち早く潜水艦をやっつけて日本を守らなくてはなりません。司令部から電報が入りました。司令より右手へ、暴走沖で国籍不明の潜水艦が発見された。直ちに発進せよ。ミニピーに発進命令が出ました。ミニピーは動力を生かして広い範囲を捜索します。ゼロワン、こちらゼロツー、ゼロスリー隣接エリアの捜索に向かう。ゼロツーとゼロスリーはエリアを変えて捜索を実施します。潜水艦コンタクト。ゼロワンが潜水艦を発見したようです。ミニピーは一度潜水艦を見つけたら別に見送りません。ミニピーは潜水艦を攻撃するための魚雷を搭載しています。まもなくゼロワンは潜水艦に魚雷攻撃を実施します。アタックトンバーイスタート。ミニピーは無事任務を終えて基地に帰ります。皆様今一度盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。中水時次郎、ナレーションは私。